はい、ガジャマルです。3月にソフトバンクの月々1円の iPhone15 を購入された方多いと思います。レンタルリースなので、もしディスプレイが割れたりしたら1年後の返却時に2万2000必要になってくるので、どうしても回避したいですよね。そこで貼りやすさがナンバーワンと謳っているシンプリズムのフィルムを購入しました。ゴリラガラスのフィルムが欲しいんですが、貼るときにホコリが入ったり失敗することが考えられるので、フィルムの金額は出せても2000円までですよね。このフィルムは2080円でした。 10% ポイントがつくので実質1872円です。フィルムの特徴はミリオンセラーで販売枚数2000万枚売れているみたいです。それに365日の保証がついています。絶対角割れしないフレックス 3D グラス、硬度は 10H で十分な硬さがあって、一番の特徴は貼りやすさナンバーワンと書いています。ガラスフィルムを貼るのを失敗するとかなりへこみますから、どれだけ失敗せずに貼れるかというところです。パッケージの中身はこんな感じです。説明書が挟んであります。この時点で結構戸惑います。どうやって使うのか初見では全くわからないです。しっかりと説明書を見て、貼り付け動画も見てからでないと貼るのは難しいです。同梱物はクリーニングクロスと先ほどの貼り付けのケースとなっています。それでは早速貼り付けていきましょう。家族の iPhone なのでピンク色です。 iPhone15 の色合いは薄めで綺麗な色合いです。まずは iPhone のディスプレイを綺麗にします。キャリアで購入すると通信確認でフィルムをめくってポチポチされるので、付属のクリーニングクロスの前にアルコールシートで脱脂しました。アルコールシートは付属しておいてほしいところです。綺麗に拭き取っていきます。 iPhone を貼り付けケースに差し込みます。ディスプレイ面に触れないようにして奥まで押し込みます。これでセット完了です。プラスチックの出っ張り部分を内側に折り込みます。ちょっと硬いですがギュッと折ります。次に手前に引くという紙を引っ張ります。しっかり本体を固定して引っ張り出します。これがホコリ取りになっています。上から押さえてテープにホコリを付着させます。次に飛び出しているタブをゆっくり引っ張ります。引っ張りにくいのでゆっくり力を入れて引き抜きます。シートが引き抜けたら、へこみ部分を指でなぞってガラスフィルムを密着させます。その次に左側を押さえて透明のカバーを右側から外します。保護フィルムを右下側からゆっくりと外します。これで貼り付け完了です。勝手に吸着していきますが、ところどころに気泡があるのでクリーニングクロスで外に空気を出していきます。ホコリも入らずに綺麗に貼れました。小さい気泡は翌日には消えます。綺麗に貼れたと思ったんですが、ここで大きな問題が出てきました。右側が2ミリぐらいずれているんです。左側はエッジギリギリのところです。これはダメですよね。説明書通り取り付けたんですが、かなり取り付け位置がずれています。取り付ける段階でかなり上側に寄っています。この製品は iPhone15 と 15 Pro、 14 Pro が対応しているんですが、 iPhone のサイズを見ると iPhone15 と 15 Pro のサイズが微妙に違うんです。なのでその辺も影響しているのかもしれません。ずれているところをもう一度見てください。これはちょっとひどいですよね。1回剥がして手動で貼り直して綺麗に貼れました。1回フィルムを剥がすとホコリが入ってダメになるんですが、なぜか今回はうまく貼れました。ゴミにならなくてよかったです。あとリースなので傷が怖いのでケースを取り付けます。相方が変わったケースを見つけてきました。はい、ということで今回はシンプリズムのガラスフィルムのレビューでした。いかがだったでしょうか。
今回のフィルムがずれるのはたまたまなのか、15と15 Pro で同じ仕様でずれるのかちょっとわからないですが、ホコリは全く入っていないので、ずれがなかったら最強の貼りやすさと思います。ぜひ参考になればと思います。ご視聴いただきありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。この他の動画でも iPhone や PC、ガジェット系の動画を配信しています。そちらの動画もぜひチェックしてみてください。